はい、時刻は、3月27日の、午後8時を回りました、改めましてこんばんは。はい、ヒーリングライフスタイルの時間が来ました、今日は一級建築士の共生の技術の解釈です。はい、ありがとうございます。はい、私、改めまして講師大原良也です。よろしくお願いします。はい、先月からの今日が2回目ということで、まあまだまだちょっと初々しさがあるかなという感じで、まあ前回もやったんですけど、ちょっと、自己紹介の方から、始めさせていただこうかなと思っています。どうでしょう。はい、自己紹介、私大原良也のこれまでとこれからということで、私大阪生まれ大阪育ちです。まあ、高校は大阪で、大学も大阪の、建築学科を卒業しまして、一級建築士になりました。で、今は、その資格予備校ですね、資格、建築士の資格取りたい人が通う、予備校の講師をしています。で、この、まあ、3年ほど前からですね、ちょっと農業教育に触れる機会がありまして、まあ、本当に心身ともに、なんかしなやかになっていったというか、まあ、体はね、特に僕足腰が硬かったかなと思うのが柔らかくなったりとか、そうなると心もね、なんか柔軟になっていったなっていう実感があります。まあ、本当に対人関係でね、人と関わる中でしなやかになったなと。はい。まあ、ちょっと一言では表現してしきれないんですけれども、なんかそんな実体感がありまして、これでちょっと自分も発信していきたいなと思ったところから、このブレイントレーナーっていう資格を取りました。まあ、今こうやってヒーリングライフスタイルの講師として、まあ、今日は2回目ですけども、どんどんこれからも発信していこうかなと思っているところです。はい、そんな、まあ、私大原良也が、まあ、先月から、やってた講座、ちょっとね、今日2回目、なんですけど、なので、前回の復習の部分からね、ちょっと話しさせてもらおうかなと思っています。まあ、前回は内容としては人生120年の選択という本の内容を、まあ、私が話すというところでやったんですけれども、まあ、それのちょっとまとめ的な、ここのページです。人生、120年の選択、生きるにあたって目的が大切です。で、その目的は、まあ、主に幸せになること。じゃあ喜びってどういうものがあるのっていうようなところの話になりました。それで、まあ、人が持っているまずエネルギーっていうのは3つ種類があって、まあ向かって一番左側の絵に描かれている動物性、人間性、本性という性質のエネルギーがあって、まあ、それぞれが求める喜びの行為っていうのが違いますよと、うん、まあ同じように下から見ていくと、食欲、性欲、そして所有したり支配することで、まあ、喜びを感じる動物的なものだったり、まあ、上に行って緑の愛、パートナーを愛することだったり、仲間と何かを分かち合うことで、まあ、人として人間性の喜びを感じたり、そしてまた上に行くと、まあ、その範囲が広まる感じといいますか、まあ、社会に貢献していくことだったり、まあ、引いては国や世界大きくなって、全て対象と私が、まあ、一つであると、同じように喜びを感じようというような、まあ、悟り的な、感覚だったり、まあ、そういったもので喜びの内容が移り変わっていくと、一番ここに書いてあるところ、一番右に書いてる、まあ、分離的な喜びから善逸的な喜びへ、その先にある成功、その先にある上、完成ですね、はい、というような、まあ、言葉でその著者は表現されてたんですね。うん、
はい、なんで、まとめ的に言うと、この成功と完成の、まあ、それぞれの喜びのね、調和バランスが大事だというような話を、ちょっと前回しておりました。はい。で、早速、まあ、今日の内容なわけなんですけれども、一級建築士の矯正の技術の解釈ということで、まあ、ちょっとこの鍵括弧の部分が変わりました。矯正の技術という本について、まあ、今日は喋ろうというところで、表紙がこっちに載ってますね。矯正の技術、この本、サブタイトル、あなたと私が世界を救う道ということで、まあ、この本は、イルチ・イ・スンホン氏と、スティーブ・キム氏が共同で書かれた本になるわけなんですけれども、はい、まあ、概要、著者が、論じられているところを抜粋しました。まあ、今、バランスを崩して危機に直面している地球のために何かしなければならないと思う人のために力になろうと書かれた一冊だというふうに言ってられております。はい。うん、まあ、さっきも言ってたバランスが大事というところで、地球がバランスを崩しているという話なんですけれども、まあ、改めて皆さんも肌で感じられているのではないかなというところです。ね、気候変動、環境破壊、まあ、どんどんね、世の中が便利になっていって、産業が発達する中、まあ、二酸化炭素、CO2、どんどん排出していって、まあ、それが原因で、地球温暖化が進んだり、まあ、暖かくなった地球を冷やそうと、異常気象、気候変動が起こって、もう、びっくりするぐらい冬やのに暖かいとか、夏なのに涼しいとか、まあ、そんなね、気候の異常はやっぱなんとなくでも、感じられてる人はいると思いますね。本当にそこは危機なんだというところと、あとは、報道でも、まあ、毎日あるように国や宗教の争いですね、まあ、ロシアとウクライナが戦争していたりとか、まあ、そんな、戦争構想が、もう日々あると。はい、まあ、これ、まあ、危機なわけで、この問題はどうなんでしょうね。環境を良くしていくことでとか、まあ、国や宗教が、満足するような社会制度を、まあ、作ることで解決できる問題ではないと、これは著者はおっしゃってます。一番下の行にありますね。難しい。はい。解決の鍵は私たち自身の内側にある矯正と、いうことなんだと。うん。というところで、まあ、本のタイトルにつながる話になっていくわけなんですけれども、まあ、改めて、講座概要ということになっていきますが、なんとなく今までの前段お話しした流れで感じていただけるかと思うんですけど、非常に内容の大きく深い本を扱いますんで、ちょっとね、30分で話しきれないと、私思いまして、今日はその1ということで、その矯正を感じることというところをスポット当てて、まあ、この本でいう一部にスポットを当てて、第一部ね、お話していこうかというふうに思っています。はい。で、その1の矯正を感じることの結論、もう先に言っちゃいますと、よいしょ。人はスマホと同じ。はい。これがまあ僕の今日の結論です。はい。どうでしょう。地球が危機だと。その危機を解決するための矯正ということ。じゃあ矯正感じることはスマホと同じ、人感じる人の、矯正を感じる人はスマホと同じやなって言ってる、まあ、これは僕のオリジナル発想なんですけど、なんのこっちゃですかね。まあ、それが僕の狙いですというわけで、これ、まあ、話として最後つながるんで、
ぜひ今から見ていっていただきたいなというところの、まあ、今日の結論先にお伝えしました。はい、じゃあ今さっきから何度もお話ししているこの共生という言葉について、なんですけれども、ね、まあ言葉の定義がはっきりしないのに共生ってなんだって思ってらっしゃる方もいたかもしれません。改めて共生、これは、全ての生命が互いを大切にして生きること、ということなんですね。はい、これまあよくある言葉で言い換えるならばウィンウィン、これがまあ、イメージしやすいかなと思います。はい、ウィンウィンってまあ、私にとってもあなたにとってもいいことを選ぼう、まあ、そんな、言葉が、まあ、実際今使われてたりすると思いますけど、まあ、この共生っていうのは、まあ、最初のウィンは私で、後のウィンっていうのはあなただったり、まあ、いろんな対象があるというようなふうに思ってください。はい、まあ、それを、まあ、共生の範囲と称しましたけれども、まあ、だんだん、個人から最終的に地球まで大きくなっていくイメージです。まあ、個人が集まり、家族を形成し、まあ、いろんな家族がいて、まあ、社会だったり、まあ、会社だったりですね、まあ、組織、まあ、そんなニュアンスの社会という範囲、それが、まあ、さらに大きくなると一つの国、国家を、まあ、作る、その国が集まって世界を作り、まあ、世界があるところはその地球だと、まあ、これが一番大きな単位かな。まあ、そんな形で、この共生という言葉には、まあ、対象範囲があって、まあ、小さいところから大きいところまであるというところなんですけれども、まあ、著者がおっしゃられるのはここですね。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。